皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2014年のアニメシリーズ、スターウォーズ、クローンウォーズのシーズン6。現代、スターウォーズ、ザ・クローンウォーズ。1話が約23分で全13話。主な声の出演は、マット・ランター、アシュリー・エクスタイン、ジェームズ・アーノルド・テラー、など。惑星リンゴ・ビンダでの激戦の中、アナキン率いる共和国軍のクローントルーパーのタップに異変が起こり、衝撃的な秘密を知ることになる。一方、ヨーダは瞑想中にクワイガン人の声を聞き、フォースの導きに従い旅立つ。というストーリー。時系列的にはエピソード2と3の間に位置するアニメシリーズの第6弾。シリーズが打ち切られた時点で完成していた13話による、大きく4つの話で構成される。特に、オーダー66の陰謀を描き、後のバッドバッチとも繋がる最初の4話と、ヨーダがシスの惑星モラバンドでフォースやダークサイドの謎に迫る最後の4話が面白い。ダークサイド版ヨーダや、古代のシスの一人ダース・ベインが登場するのは必見。ということで、評価は。Thumbs up!